木山駅は、佐賀県宮城郡木山町大和座小倉にある、九州旅客鉄道、天城鉄道の駅である。両者の共同使用駅である。駅番号は、JR 九州が、JB12。九州旅客鉄道の鹿児島本線と、天城鉄道の天城線の2路線が乗り入れている。天城線は当駅が起点である。JR 九州のホームと天城鉄道のホーム端式ホーム一面一線。 島式ホーム一面二線と、京上駅舎の設備を有する地上駅。全体は、鉄路と共に並行する国道3号をまたぐ、形の自由通路となっている。国鉄時代の京上駅舎への改築以前は、全体で三面五線のホームを有していた。四番五番を使用していた国鉄天城線の天城鉄道移管や、駅舎の改築の過程で五番線は撤去された。 改札が、橋上にあるため、駅構内だけでなく、外部から改札に上がるためのエレベーターが、設置されている。かつては、橋上の待合室に、キオスクが、直下の1階部分では、トランドールが営業していたが共に撤退した。その後、待合室には、町内の職人や、作家などで作る、木山職人の会のギャラリーが設置されている。JR 九州サービスサポートが、 駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口及び自動改札機が設置されている。JR 線のレバタン式ホーム一面一線を持つ地上駅。国鉄時代の4番線を使用し JR ホームの東側に位置している。JR とは線路がつながっていない。自由通路から階段を降りるとホームになっている。改札も自動券売機もないが、 待合室や自販機、トイレがある。エレベーターなどはない。JR との連絡改札はなく、JR から天城鉄道に乗り換える際は一旦改札を出る必要がある。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は以下の通りである。国道3号が東側に通り、駅西側にはロータリーがある。開業時の地名が由来。古くは木山、城山とも読まれ、 城のある山という意味である。664年に天智天皇によって駅の北西にある木山に建てられた木井町が由来で大野城と共に作られた日本最初の国防城閣である。ありがとうございます。